せっかく前回シラーウッドアトラスを嗅いでみたし、バージニアの方も試してみる。あの鉛筆みたいなやつだね。ささっと軽く嗅いでみただけだし、腰を据えて試してみれば印象変わるかもなのだ。くんくん、やっぱり最初に香るのは鉛筆削った時のイメージなのだ。うん、でもなかなか深いのだ。うん、若干スパイシーな感じもあるね。アトラスの方は森全体をイメージさせるような感じだったけど、こっちは針葉樹にターゲットを絞ってるって感覚が強いかな。ヒノキの仲間だったっけ。どこかヒノキっぽさもあるのだ。よく覚えてたわね。これがシラーウッド、バージニア、アトラスは松の仲間よ。アトラスの方は公園とか神社の巨木って感じだったけど、こっちはお庭とかにも植えてありそうな感じなのだ。写真で違いはあるんだろうけど、やっぱり大きくなるの？まれに30メートル近くになるくらいかしら。大体は5メートルから20メートルくらいみたい。おおむねビルの10階くらいの高さね。アトラスほどじゃないけど、それでも結構大きくなるのだ。バージニアってことはやっぱりアメリカ原産なの？そうそう、生えてないところももちろんあるけど、とても大雑把に言うと地図全体が原産地ね。広範囲なのだ。名前の通り鉛筆にも使われてるのだ。昔はね、産出量の問題で今は別の木材にとって変わられてるみたいね。他の使い道としては弓とか楽器、ユニークなところだとヒュミドール、葉巻の熟成させる箱なんかがあるようね。あとはさっきズンダモンが言ってたけど、園芸用かしら、こんなのとか。葉っぱの色がなんとも綺麗なのだ。そこまで大きくならなそうだね。これくらいならお庭に植えられそう。さて、香りの表現に行きましょうか。こんな感じのがあったわ。共通してるのはウッディ、ドライといったワードなのだ。確かに乾燥した木材みたいな雰囲気もあるね。上のバルサムって何なのだ。ざっくり言っちゃうと樹脂系の香りを指すわ。ペルーバルサムとかバルサムって名前のついた香料もあるけどね。さあ、この辺りでレビューといきましょうか。私のセリフそろそろかなって。アトラスとバージニアの違いについて軽く触れてみましょうか。両者ともウッディーな香りではあるんだけど、アトラスはもわっと匂い立つ深く重い木の甘みが印象的ね。葉っぱの爽やかさや森全体の要素も感じられるわ。バージニアは木材的な針葉樹のイメージかしら。こちらの方がチリチリとしたスパイシーな香りもあって、はつらつとした若々しい印象を持ったわ。第一印象としては鉛筆を削った時の香りだね。じっくり探っていくと茶色くてガサガサした木の皮のイメージが浮かんでくるように感じたよ。あとは結構ドライというか、カラッと乾燥した樹木っぽさもあるかな。濡れた木のしっとり落ち着いた香りは感じにくいな。アトラスはなんとなく湿度があるように思うんだよね。高音域には鉛筆を削ったようなワクス的な香り、スパイシーな刺激感もある。中音域には木の皮、乾いた針葉樹、珍しい木材のニュアンス、松ヤニっぽさはあまりない。低音域はやや硬質なウッディ感。当然といえば当然だが、樹木の様々な部分を合わせたような香りといった印象。木登りなど木と密着した時に香ってくるようなイメージが浮かぶ。第一印象が鉛筆だったからあんまり興味が湧かなかったんだけど、これは面白い香りなのだ。アトラスの重厚さも素敵だけど、こっちの方も樹木って感じがしていい感じだね。次はどんな香りに出会えるのか楽しみなのだ。嗅覚も疲れちゃうし、焦らず気長に見ていきましょうか。